出したんだ。お前が俺に本を見せた時のこと。思い出したか、父親の罪を。俺が何をしようと何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。この世に生まれないこと、これ以上の救済はない。俺はやる。俺の手で巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。その日を迎えるまで進み続ける。そうだろ、兄さん。ミカサやアルミ、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。家族です。そんなもん何度でも巻いてやる。お願い、帰ってきて。お前らが大事だからだ、他の誰よりも。だから長生きしてほしい。口にしてやる。この世から一匹残らず。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。生まれた時からこうなる。こんなやつじゃ。お前は父親に洗脳されている。いい人か。それは、その言い方はあまり好きじゃないんだ。人類が一人以下まで減れば、人同士の争いが不可能になります。ごめんなさい。どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？奴を切る覚悟をしておく必要がある。そんなことさせない。人類を救うのは俺でも団長でもない、アルミンだ。これはお前が始めた物語だろう。まだちゃんと話し合ってないじゃないか。炎の水でも氷の大地でも何でもいい。それを見たものはこの世界で一番の自由を手に入れたものだ。俺の自由だ。泣いてるの？